ドライバーがスライスします。普段から意識してることはありますか？俺の場合はこうスライスしだすときっていうのは、はい、できるだけ意識を右側に、うん、頭を。太郎さん的にはそのスライスは、スライスをしないようには。フィニッシュラ16番ホールパー3の200ヤードです。はい、はい、6番で。はい、うわぁ、ナイスナイスナイスです。ナイスオンです。ナイスオン、距離完璧。170ヤードアゲンスト、はい、6番アイアン、はい、これもいい。いい球。これの方がいい。カオ。ナイス。ちょっと奥か。少しだけです。ね。本当に少しだけ。オーケー。ナイス。じゃあ僕も7番アイアンで。はい。はい、行きましょう。右からよく、から、から、うん、行きましょう。では、どうだ。質問から行きます。はい。結構暑くなってきましたね。気温高いよ。風もちょっとなくて。みんな叩きすぎて。叩きすぎて。叩いてたらなんか疲れますね、場合。そうね。しかもお二人黒だし。暑い。余計暑い。ラスト、質問コーナー行きます。ドライバーがスライスします。普段から意識してることはありますか？スライス。どうですか？いや、俺今日、ペラってるから、なんと。まあ、いつも普段ね、普段スライスしないように気をつけること。俺の場合はこうスライスしだすときっていうのは、はい、球の方にこう頭がこう向かうときが多いですね。はい、だからそのときはこうできるだけ意識を右側に、うん、頭をこうボール見らんように、うんうん、下にすると捕まりやすくはなるかな。スライスをね、うん、抑えるためにね。まあでもそのスライスも結局原因がいろいろあるけんね、一概に言えんけど、うん。え、太郎さん的にはそのスライスは、スライスをしないようには。なんか太郎さん野球出身だから、こう始めた当初はスライスとかなんなかったんですか？あ、でもほら、俺野球左で打ち寄ったから。あー、なるほどなるほど、そんな関係ないんですよ。左打ちの人も右で打ったらいいもんね、っていうよね。しかも野球の人こうなるじゃん。そう、こうなると野球これ、ゴルフは絶対こうじゃん、こうじゃん、伸びる。野球はこうなん、絶対打ち行くとき。しかもこれを回線でしょ、うん、このまま行くでしょ。こうやって構えたの野球って、こうでもう絶対こうなるわけ。ここの動きができんけどね、はい、大体、はい、だけどこう野球の人ってこれが多い。あー、ではバーディーパットいきます。はい、なんか入るぞこれ。入りますね。入れます、ゆうすけ入れます。ほらね、弱いんちゃう、入るやろ、来い入るやろ、来い、惜しい、ライン良かった。なんかイメージ湧くっちゃう。おー、今イメージ通りだったの、うん、弱いけど。では、お先です。はい、さあ俺、超フックできます。超フック。あれ、入ってこない。あ、そんなに。うん、上から早いね。早いですね、上からが。このコブとか、なんか微妙なコブがこうフィニッシュが効いてますね、うん、惜しい、入ってよ、惜しい。ナイスー、ナイスパ、
やば。ナイス。はい。パッとわかんやろ。スリーパー。上からちょっとやっぱ。上からが。では質問コーナーいきまーす、はい。どこのコースに行けば植木さんに会えますか。あ、またさっきと別の人ですね。午前中の人とは。このコース一応ホームコースは大村湾カントリークラブってとこですけど。はい。あんまいないですね。長崎で。ほぼラウンドは長崎ですか。いやそんなに俺ラウンドしてなくて。してないって。月どんぐらい行かれるんですか。どんなもんかな。平均で3回4回ぐらいじゃない。3、4回。こんなもん。今ジェットが忙しいけどね。ああ。だから。寒くなってもいかんし、夏は行くっしょ。夏はでも呼ばれん限りはいかんわ。あ、そうなの。月3回ぐらいなの。うん、3、4回ぐらい。3、4回練習はちなみにどんぐらい行くんですか。練習は今年の夏は全然行ってないですよ。暑いからです。練習戦だし、暑いし、虫嫌いだし。では、はい、フィニッシュは17番ホール。現在植木さんが今6オーバー6オーバー、はい、で、佐藤さんが8 8オーバーで、僕が10 うわぁ、せっかく来たのにね、長崎。はい、ロングでね、リベンジマッチなんで、これは、うん、このロングでまだ分からんね、あと2つロングミドルなんで、うん、はい、差を縮めてパー5、503ヤードね。はい、行きましょう。ナイスたこれはこの綺麗な球。うわー、ナイス、完璧。おしゃれ。これは綺麗やったね。綺麗な球。弾道がいいね。弾道いいっすね。あ、スーッと見とけるもん、ボールを。いやー、ナイスです。はい。でもその感じで吹いたんですよね、俺も。いやいや、よく言いますよ。いや、本当に。ウレイさんよく言いますよ、あんた。大丈夫。ちょっと食いそうな今日。止まって？止まりはするやろ。うん。まあロケやけいいや。うん。ナイスショー。めっちゃいい球やん、これ。これはいいね。うおー、完璧完璧。タロさん、暴れる時あるんすか。ある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 。その時はどうやって暴れるの。原因いや、もう気持ちがもう切れてパンパンって。ああ、イラッとして気持ち切れるって、やっぱもうスコア出らんなと思った瞬間。そうそうそう、わかります。もうだけプラス7とか8とかなった瞬間、もうどうでもいいやん。もういいやん。なら危ないね。はいはい、確かにな。怖いよ、ほんと今の状況やな。ここまで自分を緊張できるか、集中させれるか。そうだね、むずいね。まさに分かってくるもんね。なんか読めるもんね、さっきがね。こっからあがいてもさ、みたいな。うん、なんかセカンド取らんでずっとパー拾ってる時が一番きつい。あ、きついっすね。確かに疲れる、マジ疲れる。植木さんもそんなあるんですね。あるよ。調子いい時考えずにパーンって打って、パーンって打ったらもうカーオンして。うん、基本的にはあんま考えんけん。あもう感覚でいくん、ポンポンポン。うん、リズムの感じっすね。300ヤード300ヤードはい、庭ユーティリティで刻みます。浮いてます。ナイス。くいおお、乗った。じゃあ300ないやろ。300なかったですね。すぐ盛るけんか。290ヤード乗りました。ない。めちゃくちゃやろ、パワー。あ、ここで261。ああ結構パワーでも。いや、もう軽 く, 軽くちょっと花道にと思ったら飛んどった。おお、軽く軽く振りゃいいんよね。そうなんやね。力んだらダメってことなんだ、ね、体がやっぱ邪魔するよね。もう乗らんやろうと思って振って、軽く振ったら乗ったけ、うん、でも多分ほら、視聴者さんはやっぱ名盛とか灯籠見るやん。あ、真似ちゃダメよ絶対。あ、もう特殊ですから彼らは、うん、あれで振っちゃうと俺らは乱れるから、もう見ない。
なるほど。で、植木さんとか絶対参考になると思う。あのゆっくりしたリズムは安定するから、うん、ずっとあれってヘッドの重みを感じてるんですか。こう稲盛通るは真似しちゃいかない。抜けてる時はヘッドの重み感じてる。で、今日ほら結構暴れとるやん、はい、あれはもう完全にもう訳分からんから。ヘッドの重みを感じるんだ。抜けとったらこうやっぱ重み感じるやん、こうやって。あー、なるほどなるほど。グッて近いからもう分からんやん。あ、分かんないですね、どこにヘッドがあるかって、うん、あ、ここですね。こんなやったらほらヘッド重いけんこう垂れるやん。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。これ力入れたらギュッて入れたらこう。あ、なるほど。ありがとうございます。いえ、まあ俺がよくわけないけどね。誰ですか。偉い人。誰誰なん、怖いわ。誰偉い人。怖い。233、2番ユーティリティでいきます。はい。ナイスいいんじゃない。いや、バンカーかな。超える。おお、でかっ。おー、飛んだ。いや、多分、でもピン置くやけ。うん。あ、なるほど、うん、多分、左センター。おー、ラフなのに。ナイスナイス。227ヤード。はい。三遊で。はい。ナイス。強い。でかい。あ、俺もでかい。もう。え、なんで227よね。でかっ。でもちょっとフォローめ。フォローめ。上がらんかったな、球が。いや、ナイス。いや、飛ばしや。飛ばしや。飛ばしや。距離合わなかっただけ。参考ならあの投手。三遊。自分ドライバーのスタンス幅広すぎですが、2人ともドライバーのスタンス幅意識してます。俺かなり広い。あれで？これ広いと思う。あ、そうなんや、ね、なんかこう指標になる肩幅とかなんかあるんですか。足の広さ。だいたい肩幅よりちょっと開くぐらいみたいな感じで言う。あ、ちょっと開く。でもなんかこうちょっとか悪くなってきたら不安になってどん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 広くなってくる。あ、わかる。あ、不安になったら広くなってきてるんですか。広くなる。なんか心配になって、確かに。だけど今逆にこう肩幅ぐらいに狭めて受けて言われたら、はい、めっちゃ不安。へえ。肩から動画とかで写真で見たら全然普通のいい感じのスタンス幅なんですけど、広すぎも狭すぎも良くない肩幅。でもそれもなんか言ってしまえばなんか合う合わん、まあ、ね。手前の人もおるやん。でも変わるし。じゃあそれ逆にあのアイアンと自分のドライバーと比べたらどんぐらい違うんですか。結構違います。アイアンとドライバーで。ああ、でもドライバーがちょっと広い。あ、ちょっとですか。気持ち広いぐらい。俺は。俺ドライバー多分結構開いてると思う。そう。あ、でもそれでそんぐらい。で実際こんくらい構えると思う、ドライバーだったら俺。アイアンは？アイアンは多分こんなもんじゃないですか。足1個ぐらい違うん、多分。あんまりそこまで意識はしてない。でもこれやっぱスタンス幅を狭くしたら回りやすくはなるっすね。まあ、回転が回転はしやすい、かなり。いや、むずい。なんだこれ。三段グリーン。三段グリーン。そんな寄らんやろ。よし、じゃあ足いきますね。前のカラーに落としてコロコロがいいね。はい、はい、そうなる。うわー、むずい。うん、距離感難しい。マジで芝に。はい、58でちょっとふわっと上げたい。失敗しそう。なんかいける。うまい。スピン。うわー、うまい。ナイス。どうぞ。ありです。30ヤードぐらいあります。うん、結構あるね。ゆうすけこう移して2段3段3段グリーンで。3段グリーンになってる。適当に打ちます。こんぐらいでいいんか。うわー、難しい。むずっ。これ、まあ、でも登っただけ。よかったよかったよかった。これね、す
ダメこれ。道で。道で。うわうまい。ナイス。バーディーパットです。リンカ。惜しい。はい、それ。それです。ナイス。ナイスパー。ナイスパー。はい、あります。決めたらもうほぼ確定やね。はい。入れちゃっても。とどめさしてよ。です。とどめさして。あ、惜しい。さして。全部でも。ナイスパー。ああ、またこれ、カズオに叩かれるな。一人に。こんなんやったらもうやっぱ、ポールからも拾ってもらえんよ。ナイスパー。ナイパー。ナイス。ナイパーです。長崎ペニンシュラ以外にやっぱパサージュ近海が有名ですか。次はちょっともう一、はい、もう一回。もう一回。パサージュからオッケーもらっとるけん。あ、本当ですか。もうさすが。グリーンのコンディションだったら。あのコミカミノルタ、コミカミ、コネカミ。コニカミノルタ。コミカミノルタ。コミカミ。日本女子があった。そうです。うわ。だから今回ちょっとグリーンのコンディションが。あ、良くないってことで。良くないってことで。じゃあ次回ちょっとできれば綺麗なところに出てほしいいうこと。ああ、なるほどですね。まあその時俺が味しとれば、はい、味しとる、はい、ね、もしかしたら違う人と回っとるかもしれないもう YouTube で見たら結構ショックする、ね、悲しいですよ。シンゴさんとトップアマンの、じゃあもう俺いらんくない。いやいや、もう3人でね、シンゴさんとベツさん4人、はい、シンゴさんっていう上の名前は松尾シンゴさん、避けてるの、はい、避けてるトップアマー中のトップアマーですね。長崎の方で同級生なんですか。同級生、植木さんの同級生。最高成績ってどんぐらいの。日本アマー、日本アマーよりも多分ミッドで1回上の方に行かんかと。日本ミッド上位入賞者、今回秀樹ゴールド、あの焼酎ですか、はい、を視聴者プレゼントに出して提供いただいてます、はい、松尾酒店の松尾慎吾さんですね、はい、じゃあぜひパサージュ近海で仕上げときます。最後で俺やらかったもんね。そうですね、池がある、ミドル。はい、ではペニンシュラ18番ホール、はい、パー4、382ヤードずっとこれ左に池がグリーンの方まで、はい、池がずっと続いてます。右はだいたいセーフ、右セーフですね。さあドラマが起こるのか。今現在植木さんが6オーバー、太郎さんが8オーバーで10オーバーです。低レベル暑いっすね。暑い。これやっぱ上側が良くない。上側が良くない。上側がいい。エフロのこれなんかエフロ着てる時俺スコア出たことない確かに、確かにじゃないでもベスト出る人も多いですよね。多いよね、結構投稿してくれてる。あれ本当トキじゃない。ナイス。耐えて、うん、大丈夫や。はい、上がってない。わー、完璧。でもその感じじゃない。うん、ナイスー。よし、ドライバーで、はい、ナイスー。よいしょ、フィニッシュ長。ナイスです。長フィニッシュ、フィニッシュ長。最後決まったね、やった。ナイス決まりました。最後は
質問コーナー行きます、はい、エフロレッセンスのパーカーはまた出ますかっていう。あ、出るんですよ。あ、そうなんですか。はい、新作が。うわ、パーカー、はい、いい。去年大ブレイクしたパーカーがデザインを変えて、第2弾が、おカラーリングも増えて、よっ、カラーも増えるんです。何色？3色です、3色展開。そうです。何の番組ですか、領域展開みたいな。黒と、黒と、ネイビー、ネイビー、白、白、真っ白、真っ白。よろしくお願いします。出ます。答えから言うと出ます。めっちゃかっこいい。あ、それは今年の何月？11から12ぐらい。あ、もうじゃあ来月。そう、ちょっと裏起毛になってるから、うん、多分冬用ですね、うん、もうちょっとお待ちください。はい、スイッチヤード、はい、突破していきます。はい、うまい。あ、左、ナイソン。あー、ミス。やり、ナイソン。はい、寄せれんね。はい、70。いや、ナイソン、ナイソン。70ヤード、はい、58でいきます。左に行く。うまい、ナイソン。はい、完璧。いやー、頑張りました。うん、ちょっと植木さんもね、太郎さんも上手すぎたね。仕上がってるね。あ、全体的にやっぱね、こう調子悪そうではあったけど、うん、バンカーショットやったりパターアプローチ全然レベルが違うね。やっぱなんか技術が詰まってるね、そういう一つ一つに。すごいよ、追いつけるんこれ、いつか。無理じゃない、まあまあ、今日自信なくしてんやけど結構。うますぎやもん。まだまだね。そうね、最後ちょっと入れてから、うん、頑張ります。ここ調子乗っちゃうと多分奥まで行っちゃうんで、スーパッとできます。はい、入ればラッキー。いやいやいや、入った。うわっ、うわナイス。なんでなんで。最後はやばい。ナイス。最後吸い込まれましたね。ヒューって言ったね。すっげえ。ありがとう。ナイスバーディー。ナイスバーディナイスプレー。ナイスプレー。ナイス。決めよう。決めよう。絞って。入る。入る。ほら、入った。シェー。そんな日。さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ナイスプレーでした。自分が、10オーバー、10オーバーで、太郎さんが7オーバー、7オーバー、最後バーディー入れて79。そうです、ギリギリバーディー最後バーディーで、植木さんが78。ナイスプレーです。さすがです。すごい、すごいですね。でも今日ね、バーディー0、あ、0か。やっぱすごい調子悪いっていうのは、はい、伝わったけど、やっぱパーでしのいでいくっていう、しんどい、しんどいゴルフだけど、タイヤのアマチュアらしさが、はい、勝ちは勝ちで、はい、ってことで、はい、リフレックス
これインソール、ちょっと説明軽くします、はい、インソールを自分でかたどってこう作っていくんですけど、うん、アイロンでビュって温めて、うん、自分の好きな、まあ、ゴルフシューズに入れて、うん、で紐をキュッて結んだら、うん、だいたい柔らかいところが硬くなっていく、5分間ぐらいで硬くなっていくんですけど、しっかり自分の足の型に型通りになります、うん、裏面は足じゃなくて靴通りに形が作られます、うん、靴にも合う、自分の足にも合うインソールっていうことで、体重かけた状態で、あ、これかけたらダメなんですよ、もう椅子に座って軽くちょっと足を置くぐらいで形が取られます、うん、使っていくうちにまたどん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 形が出来上がって、だいたい1週間ぐらいしたら自分の肩の足になってくる、はい、でいろいろまあ細かい、あのなんか体重かけたらバランスが取れないのが取れるとかっていろいろあるんですけど、それはちょっとぜひ概要欄リンクから飛んで見てみてください。ナイキのインソール外して、うん、外して、うん、でやればいいんだね。ナイキのインソールを乗っけてハサミでちょっとこう肩を切って、うんうん、あ、温めて入れて、そうなんで大体のインソールはデジタルでこう取ったりとか、うん、はい、足踏んでなんか肩取って2ヶ月待ちとかあるんですけど、これもすぐ5分でできます。ぜひ使ってみてください。ありがとうございます。プレゼントおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。勝利で、あと俺からも、はい、負けたんでここにね、はい、そうだね、いいなで、ついにもらえる日が来たんですか。ずっと買ってて、ずっと買ってた、前作買っていただいてるんで、前作買っていただいて、ここはプレゼントで、10月発売のエロレッセンスのロング T シャツ、かっこいいこれ、長袖、これこう洗濯表記の多分全部書いてるだけ、あ、なるほど、ね、そうそうそう、あ、なるほど、全部そういうことアイロンデザインが、そう、これは太郎さんデザイン、あやぽよ、これ俺って言いたいんですけどね、あやぽよなんです、あやっぱ店長、店長さん、そう、あやぽよさんで、この QR コードは、エロレッセンスの、オンラインストアに飛びます。ガチで、ガチで絶対スキャンしないでください今こう、はい、画面上でかざしてもテレビで見てる方とかいけるかもね、いけるかもしれない、うん、ピーンって感じで、ぜひこれ太郎さんのペイペイのアカウントとかじゃないんですよね。そうそう、チャリンチャリン太郎さん LINE の QR コードそうそう、じゃないじゃないじゃん、これをプレゼントします、はい、ありがとうございます、おめでとうございます、はい、一旦、はい、これ発売日はいつですか。10月の1週目ですね。あ、1週目、あ、はい、じゃあもう多分出てますんで、出てます、はい、はい、おめでとうございます。悔しい、まあ、やりましたはい、植木さんの、同級生の松尾、はい、酒店の松尾慎吾さん、はい、から植木さんが今回出るということで、うん、松山英樹選手とのコラボ商品、焼酎麦焼酎ですね、すごいね、これ、視聴者様にプレゼントということで、ツイッターに、応募方法載せてますので、ぜひ概要欄からチェックお願いします。お願いします。豪華です ね, ね、すごい。ちなみに日本で、はい、松尾酒店しかこれ扱ってないんで、あ、ないんですか、うん、へえ。欲しい方はぜひリンク貼っとって、ちょじゃあ購入したい方もぜひリンクから飛んでください。お願いします、うん、はい、ということで、ちょっとすみません、はい、今回植木さん出ていただいて、ね、豪華な戦いになったんですけど、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました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 。今日ちょっと見てもらいたい、はい、ここが高野です。お久しぶり、でかい、うわうわいいですね、新緑は、君は敵なんだ。いや、気持ちをめっちゃ力んでる2人とも